皆さんいかがお過ごしですか。福島恵美です。今日の熊本市政代理テレビ版は交通局からのお知らせです。市民病院が古都一丁目から東町に移転開業するのに合わせて10月1日から電停の名称を現在の桑水市民病院前から桑水交差点へ変更します。また熊本駅前電停と上熊本駅前電停を間違って利用される県外や外国人の観光客が多いため、利用者にとってより分かりやすいよう上熊本駅前を上熊本へ合わせて変更します。市電利用の際はお気をつけください。電停の名称に関するお問い合わせは交通局運行管理課電話 096-361-5241 まで。また交通局では市電ご利用のお客様に日頃の感謝を込めて、今年も敬老の日に合わせ聖火装飾電車を運行します。市民にはおなじみのこの聖火装飾電車、交通局では母の日、父の日、敬老の日の年3回運行しています。今回の敬老の日は菊の花を中心に美しい花を飾る予定です。運行期間は9月14日土曜日から敬老の日の9月16日月曜日までの3日間。対象車両は10編成で、花は車内の前後に設置されます。また9月16日の午後4時以降は装飾した聖火を持ち帰ることができます。家族や友人と一緒に市電を利用して聖火装飾電車をお楽しみください。お問い合わせは交通局総務課営業推進班電話 096-361-5233 まで。熊本市政代理テレビ版、次回の放送は9月20日です。ぜひご覧ください。